はい。みなさん、こんにちは。モロトプです。カードサバイバルトロピカルアイランド続きをね、やっていきましょうか。69日ですね。明日で70日か。うん。現在ね、晴れで寒気ですね。ただね、水とかもいろいろね、余裕があるので、いろいろね、まあちょっと作って今回行こうかなと思います。えー、っと、4時半ですね。紐なんかも必要なんだよな。腐ったものがあるので、これを外に入れていくかな。 ね、そうしましょうか。一旦じゃあ外に持っていく。木炭もここにありますね。灰もありますね。重い石もあるので置いておきましょうか。で、腐ったものはここかなこちらにサクサクっと設置しておきましょう。これで大丈夫でしょうかね。うん。もう一つ腐ってるの、この中入れておこうかな。こういう風にしておきましょう。前回ね、雨降ったっぽいんですよね。硫黄なんかも手に入りました。 ここには、お、そうか。斧を置いておくとサクッと作れそうですね。木材も補充しておけばいいんだけど、ないかな。ここにはなさそうかな。うん。丸太をね、切り落とした方がいいですよっていう話がありまして。ちょっとやってみるえっと、切り落とす丸太なんですけども、これバックパックに入ってた。危ないですね。よいしょよいしょ。ちょっと取り出しておきましょう。で、これ斧ですね。 これを今回使いたいなと思うんですけども。えーっと、どこだっけ丸太。確かさ、丸太じゃなくて大木って言ってたかな木を削るっていうのもできるのね。これ2時間相当すごいな。木工スキルなんかもね、今後鍛えなきゃいけないんだけど、これでいいかなこっちにしておきましょう。よいしょと。そうすると、何か手に入ったちょっとどうなんでしょうかあれいまいちよくわかんない。 これをやりましょう。もう一回やってみます。ダメになっちゃったけど。はい。あ、そっかそっか。この大木はまだ全然何も取れてないっていう状況ですね。うん。もったいないからこれいくか。30分で変わんないんだよな。あんまりやりたくない。わあ、いった。枝がめちゃくちゃ取れました。ね。そして大木がここにあります。これをさらにやると、これで枝をさらに取れるのかな。ね、こんな感じですね。 丸太も取れましたと。これ半分に割ってみましょう。よいしょと。はい、やりました。ガスマスクもゲットすることができましたね。研究ですね。さらなる研究、モルタルにしときましょうか。糊でもいいんだけどね。うん。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。いろいろなね、資材が取れましたけども、いいのかなこれで。板をさ、作れるよっていう話があったんですけども、 板はすでにレシピ化されているんだよな。これだな。えっ、ー、と、こういうことね。丸太。これで板が作れる。うん。ナイフがあればサクッと作れるということですけども、ちょっと今注意が必要だ。何が必要かというと、このね、斧ね、ちょっと大事なんで置いておきましょうか。ね。明日の朝、石斧でも作ってみましょうかね。 水分は相変わらず十分あるので、一旦ここで小屋に入ってご飯食べて寝ちゃいますか。ね。さあ、何を食べるか。ここが悩ましいですね。最近いろいろ腐り始めてる。特にこれが腐りそうですので、この二つをね、パクついておきましょう。よいしょと。はい。そしてこれも食べとく。よいしょと。これで結構お腹いっぱいなんじゃないのエビ、カニかなカニ食べとけばよかったかもしれないと。まあいいや、こうやって置いておきましょう。 さあ、そしたらば、ちょうど疲れもあるので、一応研究もしているので、これでね、寝ておきたいなと思います。朝起きたらね、一応、えっ、ー、と、板作っておきたいですね。その前に、えっ、ー、と、斧か。ね、斧も作っておきましょうか。斧、ここで作れるんじゃないのサクッとやっておきましょう。石斧ですね。これ。そして、石が必要。石がないかな。 ひょっとしたらあの小さい石がトラップ引っかかったんかなあ、いや、細かい小さい石ありますね。これをただ尖った石もありますね。これでいいや。うん。えー、っと、こちら一回ね、ゆっくりゆっくりやっていきましょうか。斧がここで作れるので、こうやっておいて、咲くと、はい、2時間かかんのね。まあ、角るは何もしないで見過ごす。そうするとやばい。 カニはいいんですけど、エビはいいんですけど、このね、放水器っていうの、糸巻き巻き取られた。最悪、糸巻き巻きめっちゃ大事なのに。うわぁ、そういうことか。また作んなきゃいけないね。えっと、糸巻き巻きはどうやって作るんだっけここら辺にあったような、なかったような。えっと、これ道具だと思うんだけど、ここではないのか。 これは武器ですよね。武器でもないよ。そしたら、ここかなこれですね。イートを巻き巻き。あ、でも、そこまで大変なものでもなさそうですね。ちょっとナイフで作れるぐらいだと思うんで、サクッとナイフ入れて45分でやっておきましょうか。うん。そうすると、カモメか。カモメ、あ、ちょっと待って待って。こっち、ナイフでね、これちょっと割いておきましょうか。 ね、モルタルできましたということで、引き続き海苔をやっておきましょう。研究はガンガン進むんですけどね。そしてカモメ肉。これだ。うん、やっておきたい。やったね。羽毛も手に入ってる。そしてこれだ。よしよしよし。そしたらばお肉関係はサクッとこっちに入れておきたい。全部入るかな全部入りましたね。このカモメ腐っちゃってるんですけど、これは外に出しておきましょうか。ね、こうやって出しておく。 そしてナイフで斧をね入れておきましょう。放水器はここに置いておきましょう。そしたらば一旦外に出てって、さっきの続きですけども、その前にこれちょっと取っておく。お、なくなった再設置しましょうか。ね。そして腐ったものっていうかなんかお肉関係、ね、残飯系があったので、このお肉残飯系を取っ たららばこちらに入れておきましょうよいしょと、これもすぐね、腐っちゃうとは思うんですけども。さあ、そしてですけども、我々としてはさっき言った通りですが、板が作れますね。うん。これさ、このナイフとさ、さっきのこの斧でいけないのこれはさすがにいけないのか。いける鋭いナイフじゃないといけないのね。うん。 黒曜石みたいなものでナイフを作んなきゃいけないのか。これかなこれ作れるでしょうね。それこそ繊維コードでちゃちゃちゃっと作れちゃうんではないでしょうか。行きましょうか。ね。 繊維コードはですけども、さっき言った通り、ここにあります。イート巻き巻きあるでしょで、これ繊維コードたくさん取って、外にね、置いておこうかなと思いますけども。これで、はい。ナイフがサクッと作れました。結構時間かかる。ね。これで初めてですけども、板も作れるようになりました。3時間。板作んのに3時間もかかんの。そんなかかんの。やっとやりました。棚ゲット。 これは収納にいいんじゃないですかね、棚。じゃあ、ああ、そしたらば引き続き小屋に入っちゃって棚を今度作っておきましょうか。少し喉の渇きがやばそうだな。棚のレシピってどうやってやるんだっけおっと待って。棚は棚でまた研究しなきゃいけないよね。うん、そういうことか。じゃあ一旦レシピはね、置いておいて、 これをね、入れておきましょうかっていうか、外に置いとく。パンパンパンと外に置いといて、水がないので、外から水を飲みましょうか。その前にカニ食べちゃう。ね。できるだけお腹空いてるのもあるので、食べちゃいましょう。ただ、このままだとね、喉の,の渇きは残念ながらどんどん加速していくという感じだと思いますね。お肉二つ、もトカゲ肉ほんと嫌なんですけど、これを食べきんないといけないですね。 そして、一旦外に出まして、グビグビしたいんだけど、入り江に行きましょうか。うん。入り江に行くにあたっては何か持ってった方がいい。レザーとか持ってった方がいいのかな。羽根関係。いや、乾いたね、葉っぱ今回持っていきたいと思います。これでいいかな。ね。 で、アイテムですけども、最小限でいいでしょうね。さすれば、サクッと入り江に向かいます。で、コメントがあったんですけど、せっかくね、アレンピックを置いたけど、容器をね、設置していないですよね、と言われましたね。うん。一旦ね、体を洗っておきます。これで体温下げておく。そして、肝心な容器ですけど、二つともないんだっけ容器。あ、こっちはちゃんと設置してますね。 で、水はどうなってんだけどこっから水ね、飲むのがコツですよね。ガンガン飲んでおきましょう。むしろね、この縁ンの水を飲み干す勢いでいっちゃいましょうか。塩も取れそうです。そしたらば、この水飲んでおけばよかったかな。ちょっと失敗したかもしれないな。これ結局ここに設置するじゃん。あれ設置できないんだっけこっちにはもう設置してあるよっていう体ですね。もう一個の方にこれを設置する。 こうやって設置して、ここにね、水を入れていくっていう感じですね。一応ですけども、燃料をまんべんなく入れておきましょう。こんな感じかな。すぐ、えっ、ー、と、パンパンになっちゃうと思うんで、50%ぐらいでいいでしょうかね。こうしておきましょう。で、食料もね、今ね、飲み水も十分確保しましたので、ガスマスクもね、本当は作りたいんですけど、まだ今回いろいろね、 動けますので、ちょっと冒険に出かけましょうか。今回はそうだな。ちょっとビーチ行ってみるビーチに何かあったっけサクッと行ってみます。そしたらば、あれのダメージがね、ありましたけどと言われてますが、岩場があるのね。うん。一応ちょっと砂の城でも作ってエンターテインメントを上げていく。ヤシの木がさ、ここで取れるのか。ただ、キンキンすごく必要だってわけでもないんだよな。 ちょっと海で体洗うのも早すぎるから、こっからジャングル行くとどうなるのジャングルに行きました。特に何もないんだよね。ここがね、探索できてないんだよね。よし、やった。ガンガン今回探索していきましょう。はい。アロエベラーを見つけた。で、温度が熱いよと言ってる。ガンガンしたいけど、ここからちょっとガンガン難しそうなので戻りましょうか。ね。 そして、ここで体を洗いつつ、えっ、ー、と、入り江に戻りたいんですが、浜辺に先行きましょう。そしたらば、ここに入り江がありますよね。うん。そして、我々水飲みたいんですけども、特に大丈夫かなここの水ちょっと飲んでおこうか。グビッと飲んでおいて、これ戻して、ここだけね、今回火つけるっていうことにしておきましょう。 さあ、火付けはね、問題なくこれでいけると思う。てか、時間がちょっと怖いけどね。はい。そしたらば、ここに入れるんだよね。ここの水をね、えっ、ー、と、増やしたいということで、こうしておきましょうか。そして、海水を持って、やっぱりね、帰っていきたいので、ココナッツの殻にも入れておきましょうか。こうやって100%にしておけば大丈夫ですよね。こんぐらい持っていきましょう。そして、最後ですけど、体洗う。これでね、ちゃんと帰った方がいいですよね。うん。 ジャングルの方に向かいます。そうすると我が家ですね。さあ我が家に戻ったらば、サクッと海水をこのクーラーに入れておきましょうか。クーラーの中にさ、塩が溜まるっていうことは決してないのかなね。どうなんでしょうそして、匂いがきついな。匂いがきついっていうことは放きで吐くということですね。よいしょと。30分かかりました。 もう一発吐いておくもう一発吐いておきましょう。これでいいか。あんまり匂い落ちないんだけどな。うん。そして食事も少しした方がいい。さあ何をするか。もうさっき言った通りこのお肉限界なんだよな。絶対ね、食べ飽きているんですけど、まだ食えそうかな。 うん。まだ食えそう。まあ、さすがに飽きそうって書いてありますけど。で、この腐ったものもったいないんですけど、外に置いときましょうか。ね。そして、ここですけど、長い棒があと1個あればいいんだよな。さすがに外にないのかな。今もうね、真っ暗だからダメだと思うんだけど、シンプルな槍があるのね。これ正直使わないんだよな。練習に使えるみたいですけど。うん。 どうなんでしょうかねないかそうかそうかないですねということで続きはね見たいと思う方いらっしゃったらぜひいいねボタンでお知らせくださいまたねチャンネル登録よろしくお願いしますいやー順調ですねまた On the way to New York City, take my hand and see—Manhattan never looked so pretty.